はい、どうもフラです。今回ですねゴッドパズ、はい、やっていきたいと思います。はい、そしてなんとこのタイミング、この時期でですね、春先カラフルビキニガチャ、なんとこの時期に水着が見れるんです。はい、ということで、まあ、こちらねガチャ引いていきたいと思います。はい、まあまあ非常にね嬉しいですね。はい、ありがとうございます。でまあまあだいたいこんな感じですね、コスチュームに関しては。でこの中だとやっぱミク惜しい、ミノ惜しい、ミ惜しいんですけど、まあミノ惜しいかなはい。でまあスキルは、そうですね、今回やっぱあの練習問題で紫の箱を消すやつ、あれがやっぱ手こずるりがちかなと僕自身は思ってるんですけど、まあ、どうもこれはないですねないので、うん、ちょっとあまりですね。であとはもう練習問題2の方か、2の方は、ベルがね結構鳴らさなきゃいけないので、これは四つ葉結構いいかなと僕自身は思っております。はい、ということで、あ、まあこれか、イチカの変化させるやつか、紫のパズル玉に変化させるやつは1で使いますね。はい、ということで聞いていきたいと思います。100連分ありますんで、はい、引いていきましょう。いやもうこの SS になってからさ、 SS って読んでいいのかな、 SS って読みますね。お、来た、確定です。ただいつも言いますが、これがビキニかどうかはわからないというところ。頼むぞマジで。キシイツキ、ありがとうございます、ありがとうございます。水着自体はやっぱちょっとね、いつき可愛いなと思ってて、パレオ、パレオってやつ可愛いっすよね。やっとでっけー、違うねこれ多分。あー、はいはい、これは何枚も持ってますね。ありがとうございます、いつきちゃん、ありがとうございます。可愛い、めちゃくちゃ可愛い。はい、いきます、20連目ちゃんも10連目出てくれたので、まあ個人的にはやっぱ二のミクがね推しなんで。おお、またまた確定エース来たよ、やばくない。まあその辺出てくれたら嬉しいんですが、まああの五木以外欲しい。まあ五木出てもまあね重ねられるんで幻突できる。これはアニメのやつですね、2期のやつですね。まあね、今のかな、さっきのかな、うん、さっきのだね。まあ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 嬉しいですね、発言なんで。30連目、うん、二のミクあたり来てくれたらいいなとは思うんですが、まあ誰で出てもね、やっぱり今も今の環境は結構かぶってもでかい感じはするんで、やっぱ限界突破のアイテムがね、やっぱり星普通の星5の時よりもしづらい。やっと嘘でしょ、マジで嬉しい。 いや2のゲットできたのマジで嬉しいな、やっと。あと1かミク四つ葉、やった、よし、いきます。40連目、やばいな、30連で2枚はもうやばいですね、できすぎですね。であれなんだっけ、確定チケットの交換もね、やはり200
50枚に250だよね、250枚に増えたので、250連分か、250連分に増えたし、あとは毎日1回無料ガチャがなくなったんでね、普通のやつ CM ありますけど、ただその CM の分も違うね、CM の分もね、そのこのガチャメダルに含まれてないので、だもう実質本当にイベントのガチャチケットと花嫁コインで引いたガチャの分しかガチャメダルはカウントされないので、よりね難しくなった、難しいっていうか、まあほぼほぼ花嫁コイン、ま、貯めるか、あとはまあ課金ですよね、まあその辺で、まあ確定チケット引かざるを得ない状況になったので、まあなかなか交換所で確定チケットと交換するっていうのはちょっと難しくなっちゃいましたね、うん、まあでもこうやってねガチャチケット相当もらえてるので、まあその辺は前がねやっぱりすごすぎたっていうのはちょっとあるので、まあまあその辺は一回置いときましょう。はい、あと50連です。いやもうね50連のうちに2枚引けたので、かなりもうメンタル的には楽ですねめちゃくちゃ楽ですね、ありがたいです。うん、やっぱかぶりもやっぱ嬉しくなったタイミングなのでね、まあ最悪かぶってもって思いますけど、コンプはしたいので、ちょっとね新しいやつね、ちょっとだいたいさイベントの系の言葉だからだいたい分かりそうなもんなんだけど、ちょっと止まっちゃいますねやっぱりはい、発言です、ありがとうございます、発言のミク、はい、なのでね、まあねかぶりも嬉しいんですが、できるならかぶりたくない、当たり前ですけどね、コンプして5人全員並べたい、ビキニでね。うん、まあまあまあ確率は当然収束はしてくるけど、星5自体は外出てるよね。うん、かなり出てるから、めちゃめちゃラッキーなんですけど。はい。これで80連目かな多分。いやー出ないねで難易度もね一つしかなくなっちゃったし、やっぱ新しいイベントで金嫁コインとかを貯めるのも難しくなってきてるので、毎回こうやってね引くのも、かぶり、かぶりですね。いつき、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。煙突できるのは嬉しいんですが、ただやっぱりミク、ミク欲しいですね。うん、今回はだから、ま、前回は花嫁コインちょっと貯める方にねシフトしたんですけど、今回は最後、うん、引けるとこまで引くかなって感じですね。課金するかは置いといて、まあこっからまだまだ確定チケットもまあ取ってないので、まあその辺取って、でチケットもねそれなりに貯まると思うので、もしかしたら動画撮らないかもしれないんですけど、まあその際はまたワンチャンショートとかショート動画でやってもいいし、でも横だからできないのかショートまあ短い動画でね僕映ってないやつとか、あとはまあツイッターで出してもいいですし、その辺はちょっと考えます。はい、出ねえな、ラストラストです、ラスト10連ミク
1か四つ葉で、なんかこの頃ね四つ葉がめちゃくちゃ可愛く見えてきたんですよ。まあもともと可愛かったんですけど、めっちゃくちゃ可愛くなったっていうか可愛く見えてきた。はい、やっぱあのけなげなね感じがいいっすね。まあけなげって言うとびっくりになっちゃいますけど、天真爛漫でね純粋無垢な感じは可愛いですね、やっぱり。ただミクよし、くあこれはね、まあアニメでよくっていうか印象深い言葉ですね、僕にとっては。はい、ということで、はい、今回は100年、はい、引かせていただきましたけど、まあ早い段階でね、まあニノとイツキちゃんが出てくれて、まあイツキちゃんに関しては2枚目出てくれたので非常に嬉しく思います。はい、でまあちょっとね尻すぼみになっちゃいましたけども、はい、またね、うん、出したら出していきたいと思いますんで、ぜひその時は見てください。はい、ということで、はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。バイバイ。